ラスメニーナススペイン王フェリペ4世の宮廷画家、ディエゴ・ベラスケスが1656年に描いた絵画。スペイン王女マルガリータと背後の鏡に映るフェリペ4世、王妃、マリアの国王一家が描かれている宮廷画家は王公貴族の依頼に応じて作品を制作する芸術家。雇い主たる王公貴族から固定給を受けていることが多く。 雇い主以外からの美術品制作依頼を受けることが制限されている場合もあった。また、特に中世後期においては近似の地位が伴うことがあった。一般的に宮廷画家は固定級と宮廷内における正式な地位、さらには邸宅も与えられることもあったが、それぞれの宮廷画家が与えられた待遇には様々な差異が見られる。宮廷に雇われた芸術家はそのメンバーに 様々な制約を課していたギルドからの束縛を受けることなく宮廷からの依頼による美術作品を制作することができた。また、ヤンファンエークやディエゴ・ベラスケスのように外交官や行政官としての役割を兼務していた宮廷画家もいる。イスラム文化圏、特に14世紀から17世紀では装飾写本の挿絵作家が キリスト教文化圏での宮廷画家と同じような位置づけだった。シャアをはじめとする支配者階級の多くが宮廷内に工房やアトリエを設置し、カリグラフィー、ミニアチュール、製本などの工芸品制作に当たらせた。キリスト教圏以上に宮廷からの講演が大規模な芸術活動に不可欠で政権交代や君主の思考の変化が芸術の発展に、 多大な影響を与えることもあった。リザ・アッパースイーやアブドアル・サマドといったペルシアのミニアチュール作家は宮廷からの依頼で多くの美術品を制作している。あらゆる時代の君主は自身のあるいは自身が統制できる工房を所有していることが多く高品質のタペストリ、磁器、陶器、絹織物などの工芸品を制作させていた。特に中国と ビザンツ帝国でこの傾向が強い。宮廷画家がこれらの工芸品のデザインに関係することもあり、例えばペルシア帝国、オスマン帝国、ムガル帝国で制作された絨毯には装飾写本のミニアチュールと告示したものがある。このことからミニアチュールのデザインが宮廷から絨毯職人へと送られていたのではないかと考えられている。17世紀のフランスでも ルイ14世の宮廷画家だったシャルル・ルブランは国立ゴブラン職工房の責任者も兼任しており王族の依頼に応じてタペストリのデザインに携わっていたという記録が残っている。ルブランはルイ14世の宮廷で重要な位を占めその作風はフランスのみならずヨーロッパ諸国の芸術に大きな影響を与えた。ありがとうございます。